である。ISO4217 コードは、1993年のデノミ以降はメキシコペソ。デノミ直後は、シンペソと称していたため、3文字目が N になっている。デノミ前のコードは、MXP。通貨記号は、ドルだが、隣国の米ドルと混同されやすいため、メキシコペソと表記されることもある。日本での略称は、僕ペソ。デノミ前。 でのみごともに補助通貨としてセンターボがあり、1ペソは100センターボである。センターボも通貨記号としてセントを用いるので混同しやすい。効果は10セント、20セント、50セント、1ドル、2ドル、5ドル、10ドルが一般によく使われるが、5セント、20ドル、50ドル、100ドル効果もある。紙幣には20ドル、50ドル、100ドル、200ドル、 500ドル、1000ドルがある。1821年の独立後もしばらくは、スペインの通貨が流通していた。当時のスペインは、1エスクードイコール2ペソイコール16レアルを通貨体系としていた。しかし、1863年のセンターボ効果、1866年のペソ効果をはじめとして、段階的に独自通貨が発行された。 ペソの価値は長らく安定していたが、1970年代から急速にインフレが進行し、大きく価値を下げた。1921年の2ペソ銀貨。1993年1月1日、1、線0 0 0のでのみが行われ、新ペソが導入された。1996年1月1日に、通貨名称はペソに戻された。ただし、ISO コードは、 新ペソに与えられたメキシコペソのままである、タイドルレート、ありがとうございます。